枠入り完了。スタートしました。まずはスタンド前、出ていくのは4番クラウンクーロンです。これを追って7番アンナバローズ、さらには11番エコロネオ、3頭広がって4番手内に1番キャントウェイト、さらには6番テリオッサラ、その外に8番ホワイトシップ、13番ビクトリーフォース。さあ行き足がついて3番手から2番手前に並んでいって固まってゴール真ん前を通過。これから1コーナーを回っていきます。1コーナーを回っていってわずかに6番クラウンクーロン先頭、リードは体半分。2番手は11番エコロネオ、3番手内1番キャントウェイト、4番手は13番ビクトリーフォース。2コーナーのカーブ、その後ろ前から5投目6番テリオッサラ、さらには3番アルテアシップ、1馬身半後方に外を通って8番ホワイトシップ上がっていって7番アンナバローズと2頭並んで向こう上面です。その後ろに外上がっていく5番ベローチエラ、馬群の中に2番モスグロッサー、さらには内9番グレッグ、2馬身離れて10番若見美琴と内馬12番のリザーブランです。最初の 1000m 1分3秒から4秒ぐらいです。これから3コーナー、先頭4番クラウンクーロン、リードは2馬身ほど、2番手は11番エコロネオ、3番手内1番キャントウェイト。これから3コーナーカーブ、4番手は13番ビクトリーフォース、その後ろに3番アルテアシップ、前から5投目接近は6番テリオッサラ。3コーナーカーブです。その後ろに7番アンナバローズ、5番ベローチェーラ。さあ600を切って3、4コーナー中間、2番モスグロッサー、まだ後方で追い出していった、中段後ろ。さあ4コーナーカーブに向かって残り 400m、 前は粘っている4番クラウンクーロン。4コーナーを回って直線、リードは2馬身ほど、2番手は1番キャントウェイト、3番手大外を通って5番ベローチェラが上がって、現在単独3番手。さあ残り 200m、 粘る4番クラウンクーロンですが、かわして1番キャントウェイト先頭にかばった、外は5番ベローチェラ、3番手から2番手に上がってくる、その後ろに6番のテリオスサラ、先頭は1番のキャントウェイト、1番キャントウェイトデビュー勝ち、終わり。2着は5番ベローチェラ、3着は2頭接戦、6番テリオッサラと3番アルテアシップの2頭。